新型コロナウイルスの影響で家にいる人が増え、台湾の電気消費量が例年より急増し、電力の需給が逼迫しています。国立聖火大学電子科学院のリービン院長は、 今後6年間に台湾の発電設備の設備容量が増えていなければ2026年の5月から9月の夜には電力不足で電力制限が実施される可能性があると予測しました政府は2025年に天然ガスによる火力発電の発電量を全体の50%にその他の再生可能エネルギーの発電量を20%に引き上げ 原子力発電の発電量を1%に減少することを目指しています再生可能エネルギーはここ数年著しく発展しています台湾の半導体製造ファウンドリー TSMC も2020年7月デンマークのエネルギー会社オーステッドと契約し台湾中部消火圏にある洋上風力発電所の20年間の発電量を購入しました 台湾の電力不足を解消するため政府はこれからも再生可能エネルギーの発展を進めていくということです。